はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。はい、今日はこれで行ってみたいと思います。 HMG の新しいアトムですね。これだけ星7にできる分揃ってたので、作ってみました。他の武器に関してはちょっとないので、とりあえずこれで見ていただきたいと思います。敵の最大体力に対しての 1% ダメージっていう効果がついているので、多分前回の動画でも言ったかな、体力は150じゃなくて1万5000なので150のダメージが上乗せっていう理解でいいのかな。ちょっと詳細は分かりません。あとこの HMG に関してはね、すっごい強いです。なんでかというと、この新しい効果もなんですが、安定度が普通の HMG より全然高いんですよ。なのでアワードの HMG みたいな感じで使えるんで、これ安定度アップの効果のない防具ですね。ベレーにイドシジャケットにトレースパンツなんですけど、跳ね上がりが非常に少ないです。なのですごい使いやすいですね。これピエロとか来たらどうなるのかな、トリックスターとか来たら多分すごい使いやすいと思うんですけど、これほとんど跳ね上がりないですね。なので本当に強い、火力としても十分ですし、HMG の火力なのでね。でそれプラス跳ね上がらないということで、アワードの HMG 持ってない方はぜひこれね、引けたら使ってみるといいと思います。他の HMG と全然この跳ね上がりが違いますね。今までのアトムの HMG をこの装備で使うとすごい使いづらいんですよ。強いんですけど跳ね上がるので当てにくいんですけど、それがないのでね、すごい当てやすい。今度これトリックスターでもちょっと使ってみようとは思うんですけど、これキャンペーンなんでどうしてもイモリがちにはなるんですけど、このマッチはそこそこ楽しい感じで、撮ったり撮られたりだったのでね、動画にいいかなと思ってアップしてるんですが、本当強いですこれ。はい、火力はもう本当弾幕も張れますし、ただあのジョークみたいな弾幕ではないんですけど、時間は短いけど、弾幕張れますし、来るかな、来ない、こっちかな山間花火、これ当たりましたね。危なかったこれ線香下ったんですけど、線香投げた方をキルできたのでね、花火で。あとは守るだけです。これ味方さんが上手でしたね。かなりロケランを的確に当てられてる感じでしたので、スケートはしてないな、でもスケートはしてない、右から来ましたね。はい、これは隠れられたな、負けるか。でもこれ味方さんナイスカバーですね。で、あそこ取り来るのでもう決め打ちです。はい、来ました見えてるのね、カプセルが見えたの、決め打ち。でも2人はやっぱ厳しいか。この方も2人とも結構硬いですね。アサルト耐性ついて、2人じゃないか、今の方だけか。今の方はもうアサルト耐性ガッチガチですね。これアサルトだったら勝ち目ない。なんでもう1人の方あれかな、ロケラン対応してたのかもしれないですね。はい、全然これでいけます。でもさっきの方、あのカチカチで UNK だったらスケートできるのかな、ギリギリスケートできるかできないかぐらいの足だと思うんですけど、ただこの新しいアトムに関しては強いですね。 HRS、HPS も相当強いですね。敵さんで何回かあったんですけど、あれも相当強いですし、 CQR も強いですね。 CQR 星5しかないかな、星5と星4が1個しかないので、星5でもね使ってみたんですけど、かなり強いんで、この新しいアトム、ただ耐性に対してということに関しては HMG しかないので、LMG 耐性ついてる方が少ないので、あんまりちょっとまだ体感ないんですけど、これもこの位置から、はい、相打ちまで持っていけますので、この方もアサルト耐性 75% ですねすげえな自分もよくやりますけどね、ボコられた後はあれでよく行きますけど、味方さんキルされた、終了かな、終了ですね。はい、上上がっていったらもう諦めましょう、ポイント勝ってますんで。はい、ということで一戦だけ新しいアトムの HMG 見ていただきました。これかなりね安定度が高くて使いやすいので、ぜひ使ってみてください。ということで一戦だけですが、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。